このシーンれはタヌキのテリトリーである野山を人間は一き入れちょうだいといって少しずつ少しずつ奪い始めて主人公セータがカメラ目線で観客をまっすぐ見てるとでこのカメラ目線でまっすぐ見てるということは私はあなたたちを意識してますっていう意味なんだよねでそのセータが視線を外すと視線を外すっていうのはあなたたちこちらを見てくださいっていう意味なんだ でこっちを見てくれというふうに言われてみるとそこに現在の三宮駅が現れると現在の三宮駅これあの前写真見せたよね柱があってこの横に特徴的な灰皿があるこれ現在の三宮なんだけどもそこにスーッと死にかけている聖太が現れてでこの灰皿が消えていって死にかけている自分を聖太が見ているっていう話になるんだ、えー。つまり、最初にいたセータは、 えー、現代にいる清太がもう一回昔のことを思い出すと今のものがすっと消えて死にかけた清太が現れるとでこの冒頭の数秒間のシーンで高畑勲はこれからこの地にいまだにとらわれてしまってる気の毒な男の子の話をするよっていうふうに宣言してるんだ。ただこの 現代にもなってもまだこの場所に囚われている男の子のかわいそうな話なんだよというのがはっきりわかるのはラストシーン近くだよね。最後に死んで幽霊になった節子が寝て節子が寝たことによってセータがもう一回ちょっとなんだろうな自分を縛りつけているセイコの節子の霊から解放されてでもう一回観客をまっすぐカメラ目線で見ると。 やっとわかるようになってりと,いうです、ね、割とあの高畑勲って何でこれ話したのかっていうと冒頭の10秒ぐらいもうあの本当に。で、えー、この今の「蛍の墓」も一番最初のこのメッセージを見逃すとなかなかわかりにくいんだけども平成狸合戦ポンポコもこの冒頭の5秒か10秒ぐらいのシーンめちゃくちゃ大事なんだけども割とねあの見逃していると思う。 これ冒頭の映像で一番最初は、ね、このタヌキも映らずに真っ暗なんだで真っ暗の中で子供たちの掛け声があると「タヌキさんタヌキさん遊ぼうじゃないか」って言うとこれがポンって映るんだ、えー、すると「今ご飯の真っ最中」って歌が返ってきて「おかずはなに梅干し高校ひと切れちょうだい」って言ったら「あらあんたちょっとがっつきね」っていうちょっとずつアップになるんだけども。 タヌキが現れる。このタヌキはあくまでリアルなタヌキで、えー、この時このタヌキ本タヌキっていうふうにこの作品の中では言ってるんだけど本当のタヌキだねはまっすぐカメラ見てるカメラ目線になってるんだよね。ここがあの最初のポイントでこのなんで一番最初にタヌキを写してでこの歌があってここでタヌキがカメラ目線になるのかっていうのをやこれが分かれば。 実はその平成短期合戦ポンポコってかなりわかりやすくほぼ全部わかると思うんだよね。で、このシーンには2つの意味があると。 一つ目は単純です。このののの映画ストーーリそも今タヌキさん遊ぼうって言ったらタヌキご飯の真っ最中っおかずは何?」ってタヌキに聞いたら「梅干し高校梅干しとお高校お漬物だよ」って言うと「ひと切れちょうだい」って人間が言った「あらあんたちょっとがっつぎね」って「あらあんたすごい欲張りね」ってタヌキに言われるっていうわらべ歌なんだけどもこれあのタヌキのテリトリーである野山を人間は「一切れちょうだい」と言って少しずつ少しずつ奪い始めて人間の気のを 危険性に気がつかないタヌキが油断しているうちにタヌキは住む場所を全て奪われてしまうっていうお話だと、その話なんだ。だからあらちょっとガッツキねっていうのは人間とはなんて欲深いんだろうっていう意味なんで、平和に生きているタヌキがその人の良さにつけ込まれて全て奪われていくというそういうお話ですよというのが冒頭のこの十秒間ぐらいで言ってるわけだよね。でこれはわかりやすい。 高畑勲だから一番最初から意味があるんだろうなと思ってみたら割とここの部分は分かりやすい話なんだけどももう一つの意味何でこのたぬきが真正面のカメラ目線になるのかっていうのはめちゃくちゃ難しいあのね実はこれね最後まで見ないとわかんないところがあるんだ平成狸合戦ポンポコっていうのはすごい誤解されてる作品であの最初にも言ったけども自然保護アニメだと思ってる人もいればいや社会運動を託してるんだとか。 あの、例えば成田闘争を託してるんだというふうに思っている人もいるんだけども、実はメインテーマの一つが哲学というかね、認識論に近いんだよね。あのハイゼルベルグの不確定性原理っていうのをアニメで展開していると。何かっていうと、タヌキは人が化けると思って見ていると化けるっていう話なんだよ。あの、この冒頭のタヌキは野生動物なんだけど、しかし、人が話しかけることによってファンタジーのタヌキになっていく人間が。 タヌキって化けるんじゃないかと思うと化ける、喋るんじゃないかと思うと喋るとそういう風な話なんだ。しかし、そういうファンタジーのその喋るタヌキ、化けるタヌキというのはこの日本に数百年間生きてきたんだけども、誰も信じなくなったことでただの野生動物として滅びつつあるっていう大雑把に言うとそういうお話なんだけども。 これね、ここだけ言っても岡田斗司夫のなんか妄想っぽく聞こえるのであとでゆっくりと証拠を出しながら話していくね。えー、まあ、岡田司夫は何言ってるんだろうと思うんだろうけども認識論というのはそんな感じになるんだけどもこれを証明するためには蛍の墓と同じくラストでカメラシーンになるシーンがあと2回あるんでこの何でカメラ目線になるんだっていう2回とこの冒頭のやつと組み合わせると やっと一つの話になりますんで。まあ、ここを抑えれば平成短期合戦ポンポこのテーマの一つが認識論であり、ファンタジー論。それもアンチファンタジー論であるとわかるんだけども。えー、これを説明する前に、まずは、先週予告した謎解きというのをしようと思います。岡田斗司夫のユーチューブを見てくれて、ありがとうございます。ぜひぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではでは、よろしく。